皆さんこんにちは。応用生物学部4年の前田伊織です。私が所属している先端化粧品コースは、皮膚や毛髪、化粧品に関する知識や技術を実践的に学ぶコースです。これから化粧品コースでの4年間の学びについて紹介していきたいと思います。1、2年生は応用生物学部の学生全員が共通のカリキュラムを受講します。私は有機化学、無機化学などの講義で、化粧品を学んでいくため必要な化合物の構造や性質、分析手法などの基礎的な知識を学びました。 1、2年生で印象に残っているのは、応用生物学実験という週に1回半日を使って実験を行う授業です。生化学、遺伝子工学などいろいろな分野の実験を行いました。実験手法やグループで協力し、計画的に作業を進めていくことを習得できる授業でした。そして2年生の終わりに、応用生物学部の4つのコースから1つを選択することになります。私は普段使っている化粧品がどのように作られているかを専門的に学びたいと考え、先端化粧品コースを選択しました。3年生からはコースごとに化粧品原料や免疫学などの専門的な講義、化粧品実験などの専門的な実験技術を学びます。特に化粧品実験では、サンスクリーン剤や口紅、アイシャドウを実際に作り、その効果を調べ、官能評価を行います。いろいろな種類の化粧品の製造工程や成分、効果を実際に体験することができ、改めて化粧品の奥深さを知ることができました。講義や実験を通して基本的な技術を習得した3年生の間に、卒業研究を行う研究室を選択します。私は遺伝子や細胞レベルで美しい髪を実現したいと思い、細胞制御研究室を選択しましたが、先端化粧品コースでは全部で6つの研究室があり、それぞれ専門的な研究を行っています。研究室に所属している学生に取り組んでいる研究について紹介してもらいます。私は口紅やリップクリームなどの化粧品に必要不可欠なゲル化剤に関する研究を行っています。化粧品は使用するタイミングによってこのような液状が好ましい場合と、このように半固形状が好ましい場合があります。私が注目している新しいゲル化剤は、その2つを同時に満たす特性を持っていて、より扱いやすく、感触も良く、持続性の高い化粧品の開発に役立てることができると考えています。研究室に配属され、化粧品の元となる材料について研究していく中で、研究の楽しさに触れ、さらに研究を続けて新しい化粧品を生み出したいという気持ちが芽生え、大学院に進学しました。これから自分で化粧品の処方設計をした化粧水やクレンジングオイル、乳液などを作成し、知識や技術を高めていき、化粧品関連の会社に就職したいと考えています。私は皮膚が乾燥する原因を改善させる治療について研究をしています。皮膚のバリア機能が低下することで乾燥が起こり、アトピー性皮膚炎になると言われていますが、水前上に多糖体サクランという物質は水分を含む皮膜を形成することでバリアとして機能し、乾燥を防いでくれます。アトピー性皮膚炎や乾燥で悩んでいる方に利用していただけるよう、サクランの化粧品化を目指しています。化粧品の専門コースがある大学は珍しく、貴重な経験ができると思います。先生も化粧品関連の企業で活躍されていた方が多く、とても実践的な指導をしていただけます。化粧品は日々の生活の中でとても身近なものだと思いますので、研究をする際にも何に応用していこうかなどのイメージが立てやすく、楽しく研究ができると思います。応用生物学部先端化粧品コースはいかがでしたか？最新情報や詳しい説明がホームページに掲載されていますので、そちらもぜひご覧ください。